A トレイン、あれ、リズムス。YouTube に投稿するときに、ゲームのタイトルを入れるね、と、欄があるんですけど、日本語だと入らないんですけど、これ、英語だとあるんですね、すでに。あ、もう、なんで、覚えてください。A Train, All About Tourism。まあ、まあ、普通に日本語でやりましょうか。あ、なり前ですね。はい、で、今ね、11月15日の0時0分ですね。今の状況をね、まず見ていって、行こうかなと思います。前回の配信で、この二つのね、ピンク色の特急列車を配置しまして、こちらが、いつ配置したんだっていうのはもう、ちょっと半年経ってなかったと思うけど、それでも、相当な利益出していますよね。ただ一方で、この比較的初期から走らせている、なんだろう、この自分で敷設したこっちの路線の普通列車に関しては、ちょっと利益が小さいかなってところ。で、一方でこっちね、これなんでこんなに差があるんだろうなって思ったらね、発車待ちになってんだよ、これ。クソダイヤすぎないこれ。で、わかる ?10 分続行でこいつ発車するもんだから、まあ、利便性悪いよなっていうところはある。これね、ちなみにこれ最初から走ってるやつだから、自分でダイヤ設定したわけじゃない。だから安心して。子会社ね、こんな感じで今5つ持ってるんですけれども、完成したものからこうやってね、売却をして、まあ売り出しなんですけど、固定資産売却益を一応得ている状況ではあるんですが、まあ1年目でね、目標の120億だって無理なんで、まあほどほどにやってます。現時点で20億ですね。全然届かないんですけど、これあと4ヶ月でどれぐらい伸ばせるかっていうのはちょっと気になるっちゃ気になるよね。この目標のうちのこの2つに関してはすでに達成済みというところ。ただ年間鉄道利益100億円以上がかなり辛いので、まあそこは頑張っていかないといけないかなと思います。年間鉄道利益をと固定資産売却益の双方を稼ぐために、駅の周辺に商業施設であったり、あるいはマンションをね、たくさん建てることによって、その鉄道の利用者を上げつつ、建てた子会社を売却することによって、固定資産売却益を得るというね、ことをね、やっているんですが、まあ1年目だとね、まあ無理っちゃ無理よ。た前置き2分ぐらいになるな、今の。この浜瀬本駅ね、やっちまったんですよ。8両で作っちゃった。こう、8両で作っちゃったんだけど、なんで、給料ホームにこだわってんのかなって、多分思った方もいらっしゃるんじゃないですかね。実は新設した駅のうち南大学駅を除いては全て、給料ホームで建設していて、なおかつこの南大学駅ね、やろうと思えば、実は給料編成に拡張することはできるんですよ。まあ、そんな風に作ったからね。やっぱ貨物列車ですね。私ちょっと前作やってた時に、やっぱ、前作って、建設の速度ね、やっぱね、豆腐があるのとないとのが全然違くて、まあ、40日かかるのが20日に収まるので、まあ、20日短くできるよねって言ってたけど終わるんですけど、ただ、もっとね、大きな子会社。例えば、この辺りだとオフィスビルとか中層ビルとかその辺りになってくると、もう工期が半分以上、まあなんだろう、4分の1とかにもなったりするのかな。わかんないけど。それぐらいにも圧縮できたりするので、やはり急速な成長をね、促進するためには、豊富必須なんですよ。この路線伸ばした理由っていうのは、この辺に駐車場置いといてさ、浜瀬本駅で、貨物列車に豆腐乗せて、こっから、この南と、南大学、西瀬本みたいな、こんな感じで、順次運んでいければなと思う。トラックよりも貨物列車の方がやっぱダイヤの設定がしやすい。このゲーム。いや、トラックやりづらすぎるんだよ、あれ。だからやりたくね。っていうのもある。鉄道の利用者を増やすには、駅の周りを発展させなきゃいけない。で、駅の周りを発展させるには、駅の近くに豆腐を
をね、運ばなきゃいけない。じゃあそれ貨物列車でいいじゃんって話だよね。だから貨物列車でやりたいってこと。左のバスターミナルさ、何人待ってる ?337 人も待ってる。これはダメだろ。で、反対側だね。どうだろう。字が被ってるんだよな。100人以上待ってる。ちょっと100人待ってるのは問題だな。さすがに。ちょっと緊急でバス増やすな。まあ、輸送力にかけるけど儲かるからね、このバスは。いっぱい平行で走らせときゃいいよ。で、豆腐はね、やっぱり毎日ね、完全に消費してしまうね。やっぱ足りてないんだな。1億すんのにどんぐらい時間かかんの、こいつ。今23時なんだけど、戻ってくるのが15時42分なんだけど。1億すんのに17時間かかってんだよ。で、トラック3台しかないわけ。1日 4.2 個しか。4.2 個少な。4.2 個はいかんって、さすがにちょっと。やべ、2個しか来てないし。ほら、資材さ、全部吸われてくじゃん。本来であれば、こっから先のね、線路伸ばして、こっちの島までね、線路持ってきてて、この辺りに貨物駅を置いて、そこで貨物のやり取りするのが多分一番早いんだろうけど、ちょっとね、建設費が多分50億ぐらいかかりそうだから、50億かかるのかな、ちょっと。まあ、ちょっと21億では明らかにちょっと建設ができないということで、この浜瀬本駅、8両のホームになってるから、9両ホームに拡張するところを始めるんだけど、で、これで9マスにする。で、ホーム数を今4本にしてるところを、まあ、残念ながら3本に減らす。これは、校内踏切のままで乗り場変えればいいのか。うん。余計なものはつけたくないね。11時から6時間。これオッケーだね。せっかくここにスペースあるから、ここに、いろいろ置きたかったんだけれども、難しそうだね、これは。はい、できた。俺見てみろ、これがね、こうやればね、線路をまたぐことができるんだよ、ほら。見たか、お前ら。はい、できた。で、ここに駐車場を設置したいね。裏で確認した結果、トラックを13台使えば、1日30個、まあ、運べるというね。貨物列車2本設定する場合だからね。トラック7台を、この辺り置いといて、で、正直この辺りもね、いろいろ発展させたいんだけど、ここは直接トラックで運んだ方がまだいいかなって思うから、で、トラックの駐車場10台分、作っときゃいいよね、10台分。反対側も、ちょっとでも反対側はこれトラック、こいつ利用するから、いいのか、このままで。じゃあ、豆腐置き場をどんぐらい置いときゃいいかな。ここまで届くから、ここでいいか。まあ、移動できるんだけどね、貨物範囲って。まあいいや、とりあえずこれでいこう。5267万ね、はい。今走ってるトラックを、こいつら全撤去するわ。今6台いたけど、この、6台いるってことは、あと2台いるってことだ。トラックの単価安すぎるよ。ここを発展させるために、ここに駐車場を置く。まあ、これは当たり前だと思うんだよね。だから、これはどこに置くかな。違う。なんか、前作と順番逆になったからさ、これ。車と道の順番が逆になっちゃったから。お、ぴったりだ。ぴったり入ったわ。待って、これで、
ええやろ。まあ、まだね、貨物列車の方をね、設定してないんだけどね。うん。まあ、降ろすもんがないから、まあ、このまま、スルーしていくわけなんだけど。まあ、いいよ、いいよ。このね、パワー33型を使うんですけど、持ってるんだよ。確かにね、元からね、電気機関車の設計図あるんで、あったんだけど、こっちの方がね、実は運行費用ちょっと安いんですよ。ちなみに、給料編成買うと4億6050万。うわぁ、すごいお金かかるね。まあ、とりあえずね、ここは寝台客車にしといて、何も買わないけどな。何も買わないけど、とりあえずこれで、1編成購入しました。で、こいつを配置する。どこに配置する？ここだよね。どこだっけ？ここだよ。うち、ちゃんと、予定通り置けてる。ああ、これはもう置けないからしょうがないとして。置けてるね。あ、排気が2個ずつなんだよな。よし、2個置いてってね。うん。なんだろう。こう。これ、始まる A 列車だよ、これ。始まる A 列車で、豆腐をね、運んでるんですよ。貨物列車で。だって A 列車で行こうだからね、A 自動車で行こうじゃないもんね。それそうよ。ここを下ろさないのかな？下ろしてないね。よし。で、これはなんだろう、その発展の速度に応じて、また貨物列車を、まあ、増やしたり、何個下ろすかっていうのを変更するだけで、もう全部できちゃうから、結構楽だったりするんだけど、で、そして朝の8時に帰ってくる。朝ラッシュに帰ってくるらしいよ。そっか。ビルが完成したから、で、今見えた通り、このね、中層ビル完成してるので、まあ、さっさと売却しましょうと。ただ今ね、持ち金が3億しかないから、334だけど、まあいいや。阪神は関係ないけど、ま、とりあえず、なんだろう、時間進めるしかねえよな、とりあえず売れるまで。やるこ、もう何もできないというか、ね。売れるまで待つしかない。さすがにいっぱいか、もう2往復目。ああ、でもここ置けるのか。ああ、当時。ああ、一気に雪景色。冬景色。真っ白になっちゃった。西瀬本ってまだ置ける、12個しかない。ああ、貨物範囲が間違ってんのか。ああ、入ってないわ、全然。ここら辺まで入れた。今どこら辺？あ、ここら辺でいいか。よし。で、貨物の範囲を変更したから、またここに、貨物列車が来た時に、もう行っちゃったのか。もう行っちゃったのか。っていうか、今嫌なマークが見えたな。そろそろこれ、増結か、こいつ。朝に1億走らせる必要性がありそうだな、これは。あれ？積み残してないぞ。あ、中層ビルが売れたぞ。60 なんかお金10倍くらいになったんだけど。あ、待って、違う。12月23日が祝日だからだ。あ、当たり前だ。平成22年。これ天皇誕生日だ。はい、今見えたね。見えたね。激混みです。はい、激混みです。ダメだ、これ。
C1 運輸を復活させないかんな、これ。瀬本遊園拡張して、こっからならまだ需要あるから、こっから走らせたいなと。あー、そうだ。そうだ、バグってんやった。改築しようとすると、なぜか信号場しか選べないから、一回このなんだろう、道路を2マスぐらい削除して、ここ。で、その上で、改築すると、まあ、選べるんだけど、なぜか地上駅7だけ選べないとかさ、ああいう謎の。で、地上駅3にしとく。待って、ここ利用者が、マイナスだから、マイナスだから地上駅3に変更して、ほら、もうバグってる、これ。なんかね、どうもね、駅舎をね、一番右にしちゃうと、バグるっぽいんだよね。困ったね。で、これでホーム数を4本に増やして、いくら3億か、結構かかるな。まあ、その間はちょっと使えないから、ちょっと待って、何が起きてるこれ。え？あれ？観光客、乗り降りしてるんですけど。建設中の駅で乗り降りしてるんですけど。大丈夫かこれ。そして、これで、6時40分には、発車すれば OK だから、とりあえず。だから、6時40分発車でダイヤを作成すると。そんだけやな。6時40分に発車して、7時20分。あ、ちょっと待って、やばいな。6時30分。ちょっとこれでいいや、もう。まあ、あとで暫定だから。いいよ、いいよ。625。626。あれ ?620。あれあれお前、赤字やん。くっそ赤字垂れ流しやがって。まあ、これぐらいならいっか。これぐらいならいっかになっちゃうんだよね、まだ。そうだ、売買案件が終わってたんだ、そういえば。やらかしてるわ。あ、あるねー。いいねー。中坂さかな、もうやるよ。で、で、今度は子会社だね。マンション8個のあたり建てたいんだけど。あ、待って、そうだ、行政施策だ。あるかな、なんか。なんかあるかな？なんだろう。まあ、目立ったものはないけど。瀬本の娯楽なんか建てたいものあるかな？ちょっと一回見てみよう。劇場15億。劇場建ててみよう。微妙だな。じゃあさ、ここに飛ぶ置き場、増やすか。あ、ここ。ここに置いて、で、あと貨物範囲を、貨物範囲を、2個ずらして、よし、これでいいだろう。とりあえず、あれだ、行政施策受けよう。この、瀬本の、娯楽、何個以上建物価格の 30%。ん？微妙だけど、いっか。あら、7億か。植物園だぞ。もうあれ、シティスカだとみんな建てる植物園だぞ。何？あー！でか！でっか！でっか！でもさ、これもさ、確か観光地になるはず。観光地になったっけ植物園って。ならんか。あ、植物園は、そういえば観光地にならなかったな。タワーワンとかどう？あ、微妙？微妙？ちょっと微妙。あ、いいじゃん。ここならいい。もしかして。もしかしてここなら OK？ ダメか。ここはダメな。体育館は建てる場所がなかった。じゃあタワーだな。よし。
ここにタワー置いてやろっか。待って、ここで観光地になってた。あー、しまった。劇場じゃなくてタワー置けばよかった、ここの角。タワーなら観光地なんだよな。10億もらえる。結構お金使ったけど10億しかもらえないんだね、逆に言うと。南、娯楽系、建物価格の 40% と、おぉ、こっちいいんじゃん。ちょっとお金貯まったらさ、南にでかいもん建ててえな。ホテルはちょっと厳しいかな、もうホテルあるから。あ、でも、いいのか、これで。あ、いいんだ。あ、いいじゃん、ホテル。あ、ここならギリギリマイナス。あ、はぁ、ここの端っこに建てればギリギリ、あれや、なんか影響受けないんだ。ここええやん。7億か、オッケー。中層ビル1が売れた。29億。お、固定資産売却費30億円達成。うん、早っ。よし。またお金貯まったからね。またビル建てれるよ。あ、オッケー、これ。あ、いい、いい、ここ。置いちゃっていい？オフィスビルに置いちゃっていいだろ、これ。これ裏かな？あ、これ裏だね。表にして、黒いビル。よし。これでいいだろ。オフィスビル2の買い手がつきました。早っ。違うか。お、固定資産売却益40億円達成。言っとくけど、これ初年度ぞ。中層ビル5、何 ?5 っていうのができたね、新しく。5がアンロックされた。あ、11億?結構安いな。やっぱ種類が増えてくるとね、建てる場所も増えてくるからね。うん。これでいいや。12億払った。あ、でもビールもう1本建てれそうだな、また。いくらかかるこれ。29億。あ、29億ね。あ、でもいいか。マイナスが1だからいいよ。あ、これ結構売れそうやな。あれ、タワーに行く人いなくね、そういえば。タワー待っていけない、もしかして。あ。あー、ダメだ、やっぱ遠すぎだわ。遠すぎて観光客2人しかいね。となると、ここはしょうがない。バスを3台ぐらいぐる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 走らせるしかないのか、やっぱ。ほとんど人がいない場所ですね。まあ、しょうがないよ。だってさ。だって、そういうとこだもん。で、余ってるバスあるじゃん。観光周遊バスっていうのがあるから、こいつをね、また、再利用していこう。で、正直、こいつに関しては、あんまも、なんだろう、売り上げを狙ってるわけではなくて、観光客どんどん運ぼうっていうだけのやつだから。もういいよ。よし。オッケー。あ、観光ルートが開通したね。あ、待って、これ営業時間ついてるわ。もう、営業時間いらん。いらん。営業時間の設定使わないからね、うち。階層設定しない限りは絶対使わない。営業時間。マジで。営業時間という概念はマジで滅ぼした方がいいや。うわ、これでいっか。で、バスもう一個買おう。全然ダメだ、これ。2時間に1本走らせないかんかもしれん。やばい。観光客夜になってようやく着くんだな。で、やっぱ初日のデータは当てにならんから、まあ、観光客の数はまあ当てになるけど。助成金が支給された。お、19億。またお金入ったから。おー、はいはいはい。またお金入ったから、新しいマンション建てよっか。やばいな、これ、税金が怖いな。ここは発展次第。
いまいちだな。あー、でもここはここでさ、ダメだな。オフィスビルだと思うんだけど、あ、ここいいらしいよ。じゃあ、ここに建てるか？ 17 億ならいいよ。よし。また怒られるな、これ。あ、中層ビル。売れた、売れた、売れた。40億。めっちゃ儲かるやんな。28億。締め日になったんだけど、ちょっと見てみるか。何億いったかな。あ、60億だね。残念ながら、固定資産売却益は60億で止まってしまったと。で、年間鉄道利益は、なんと19億。全然ダメですね。これ、もう、もっと頑張らないといけないやつ。こっちの方が先に達成しそうな予感だよね。じゃ、見てみるか、これ。鉄道利益がさ、まだ2億8000万だから、あと、これを4倍ぐらいにしないと、年間鉄道利益100億いかねえだわ。マジか。